アランド40のガッキーです。本日はですね、こちらスマートウォッチを新しく購入したので、こちらの開封レビューをやっていきたいと思います。ちょっと今まで使ってたですね、スマートウォッチがですね、中華製の、まあこれも安物を購入して使ってたんですけども、まあ、5000円以下で購入して1年持たないぐらいでちょっとぶっ壊れてしまって、まあ、それから半年間ぐらいもういいやと思って何もせずに今に至るんですけども、ちょっとAmazon レビューで星5で5000件以上のレビューがついているスマートウォッチを発見したので、今回はそれを購入してみました。名前が YAMAY って書いてヤメイって読むみたいな感じなんですけども、間違っていたらちょっとコメント欄で指摘お願いいたします。でこちらですね、今現在2021年4月の11日の価格帯で4799円になっております。で2021年1月5日 Amazon 取扱開始になってますので、今年に入ってまだ新しめの商品になってますね。では早速開封の方をしていきたいと思います。結構ね、箱質感いいんですよね。オープン、デデン、おー、内容物を全部出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが内容物の全てになります。こちらですね、どのように充電するかという説明書きの紙が1枚と、これが取扱説明書になってます。で保証書、これ1年間の保証がついております。でよくわかんない紙、楽しい場所、ん、楽しい場合、不満な場合、まあなんかお客様サポートとか他の人に紹介してくださいみたいなことが書いてありますと、こちらが充電のケーブルになります。これがね、結構特殊なマグネット式の充電ケーブルになってるので、これ壊れたらですね、ちょっとまた新しく買い替えないといけないかなっていう感じの充電ケーブルになっております。ですね、こちら本体の裏側なんですけども、この後ろにこういう感じで、マグネット式でこういう形で、こう、くっつくと。結構磁力強いですね。こんな充電のアタッチメントになってます。まあ、なくしたり壊したりしたらアウト。で、こちらが本体になります。ちょっと表面のこれはもういらないですね。で、結構思った以上に、この液晶っていうか、こうでかいですよね。こっからここまでが5センチ。横幅が 4.5 センチ。で、ここのベルトの幅が 2.3 センチで、厚みが、この厚みが 1.4 センチ。で、ここの全長ですね。このベルトの上から下までが 26.5 センチと。なので最大のこの手首の周囲っていうんですかね、手首の大きさ、太さが25センチがマックスで、最小が 16.5 センチっていう風に表記されております。で結構ベルトの質感はね、ゴム質でよくありがちなベルトの質感のタイプになってます。重さもね、そんな重くないんですよね。結構液晶が大きいから重いかなと思ってたんですけども、全然そんなことはなくですね、重さがこれが 36.5g、 IPS68 の防水底角に適合しております。画面サイズが 1.28 ラウンドスクリーンっていうんですかね、ちょっと初めて聞く言葉なんですけども、そういうラウンドスクリーンは大きいですよっていう意味なのかもしれないですね。で画面解像度が 240×240 ということで、結構この画面の割にはなかなかの解像度ではないかなと思います。で Bluetooth は 5.0 に対応していると。で動作電圧が 3.7V、 最大電力が 0.148W ですね。でバッテリー容量が 340mAh ということで、一応 Amazon の販売ページに書いてあるものとしては、電源を入れて10日間持つっていう凄まじいバッテリーの容量になっております。まあ、ちょっとこれは今後使っていってですね、誤りがあったらちょっと訂正していきたいと思いますけども、まあ、一応 Amazon の販売ホームページ上では10日持つと。で充電時間は 2.5 時間から3時間でフルマックスになるっていうことでございます。あとは日本語以外に英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語にも対応しているという、そういった商品になっているみたいです。はい、じゃあちょっと早速電源を入れていきたいと思います。これ長押しかな。おお、あ、電源入りましたね。11時53分っていう全然日本時間に合ってない時間帯なんですけども、はい、というわけでちょっとアプリをですね、実際にダウンロードしていきましょう。アプリはですね、説明書に書いてあるここの QR コードを読み取るとアプリダウンロードページに飛べるみたいです。はい、じゃあこんな感じで今アプリを入手していきたいと思います。オンリーフィットっていうアプリですね、名前は。はい、じゃあ早速ダウンロードが終わったので開いていきたいと思います。
オンリーフィットが Bluetooth の使用を求めています。OK。オンリーフィットがローカルネットワーク上のデバイスの検索及び接続を求めています。この APP で使用上のネットワーク上のデバイスの検索及び接続ができるようになります。ということで OK かな。オンリーフィットは通知を送信します。よろしいですか ?OK。で、許可されたログイン。なるほど。そういうことか。無料登録。なるほどね。一応 Facebook、Google、LINE で、あと Apple のサインですね。で、ログインができるみたいですけども、どうしようかな。LINE でログインしてみるか。でもちょっと怖いな。ちょっと怖いんで、無料登録で今回は登録をしていきたいと思います。ユーザー名、楽器、身長、175って言いたいんですけども、正直に言うと174。で、体重もね、結構最近太ってきちゃって、20キロ体重が増えました。78。年齢がアラウンド40でございますので、まあちょっとここら辺は秘密ということで。で、保存をしていくと。オンリーフィットに位置情報の使用を許可しますかということで、APP の使用中は許可に私はいたします。で、クリックして、バインドするデバイスを選択しますということなので、よくわかんないけど知ってるということで。これかな ?SW0221。これだね。で、これ、おい、Bluetooth 接続中っていうことで、Bluetooth ペアリング SW0222 に iPhone の通知を表示することを許可しますかということで許可いたします。これで設定じゃないな。これで接続ですね。今このスマートウォッチと私の iPhone がペアリング完了ということになりましたので、早速使っていきたいと思うんですけども、で、こちらでいろいろとこういう感じで、このダイヤル画面ですね。一番最初のこの表示画面ですね。これをダウンロードできるみたいですね。面白いな。ちょっとわかりやすいやつがいいですよね。日にちと時間がパッと見て、パッとわかるような、そんなのがいいなと思ってるんですけども、これかな?はい。ということで今ダウンロードしてます。今こういう感じの初期設定のこの表示画面になってるんですけども、これをこっちの今ダウンロードしたやつに変更していきたいと思います。結構時間かかるな。はい。ということでダウンロードが終わった瞬間にもうこういう感じで表示がダウンロードした画面に変わりましたね。面白いな。あとまあ上から行くとこの着信通知であったり、通知リマインダーも、もうほとんどのこのアプリを網羅してますね。SMS、Facebook、Messenger、Twitter、LINE、Skype、Insta、Google Plus、Gmail、YouTube、WeChat。すごいですね。で、目覚まし時計は設定してないからならない。で、座りがち。これちょっと設定しようかな。9時から21時。30分。30分。まあ、座り時間が90分かな。座りがちな敷地っていうのがよくわかんないけども。まあ、ちょっとこれはデフォルトのままでいいかなと。で、開始が9時から21時で設定しておきます。で、マナーモード、ないタブーモードをオンにしますということで、マナーモードか。設定はしない。腕上げ点灯はオンですね。これ多分腕をこうした時にこの画面がパッと光る。そんな設定のことを言ってると思います。心拍数モニタリングはしてほしいんで、オンにしておきます。で、ハンドリングの写真。これはちょっとやだな。許可しない。同期言語は日本語で OK ですね。で、デバイスを探す。あ、すごい。今デバイスを探すってやったらこれがブンブンしましたね。バイブレーション。フォームウェアの更新。更新なし。なるほど。アップグレードはあんのかな?一応アップグレードしときますか。あ、なんかロケットになった。ほら。結構後ろもこの、わかるかな?緑色のこのセンサーが光ってますね。結構ほら。ピカ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 。これで心拍数を測ってるんでしょうね。ちょっと腕にもしていこうかな。はい。こんな感じです。なんか結構普通の時計ですよね、もう。これスマートウォッチってあんまりパッと見わかんないと思うんですよね。これ5000円以下ですからね。なんか Amazon レビュー5以上で5800件以上、5831件のレビューで星が 4.8 か9なんですよね、これが。ちょっとその理由の一つがこのデザイン性かななんてちょっと思いますね。なんかファームウェア更新したら初期設定になっちゃいましたね、なんか。これこれ。あれアップグレードしたのにまたなんかアップグレードになっちゃった。どういうこっちゃーい。はい、なんかこれファームウェアアップデートをしたんですけど、またこの画面になっちゃうんで、もうこれちょっと一回キャンセルしておきます。で、これをまたダウンロードしなくちゃいけないみたいですね。一回ファームウェアをアップデートするたびに、いちいち設定をし直さなくちゃいけないっていうのはちょっと買ったる気がしますけども、まあ、5000円以下ですからね。まあ仕方ないかなと思います。なんかダウンロード長くない?はい、というわけでダウンロードが終わりました。
そうするとこんな感じで速攻表示が変更されてみたいですね。でこれさっきちょっといじってて分かったんですけども、こう表示をさせて長押しをして、でスワイプするとこういう感じで最初のタッチ画面がある程度保存されたデータで変わっている感じですね。で先ほどダウンロードしたこれにするという感じになってます。はい、あとはそんなに突起するものはないのかな。一応あれですね、ランニング、徒歩、自転車、登山、ヨガ、縄跳び、テニス、野球、バスケットボール、バドミントン、サッカー、ラグビー、卓球をしている最中の歩数とかいろいろ運動のデータを取れるようになっているみたいです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13種類ですね。かなり多いな。まあ、これもちょっと今後ですね、使っていって、どんな感じに数値を拾うのか、まあ、ちょっと検証していければなと思っております。まあ、あとはホーム画面ということで心拍数、睡眠も取れるみたいですね。まあ、あとはあれですね、Amazon からの抜粋にはなるんですけども、このスマートウォッチ本体には6つのダイヤルが搭載されているということで、先ほどの、まあ、これのあれでしょうね、この1個、2個、3個、4個、5個、6個、6個、お7個だった今。まあ、6個って書いてあるので、まあ、6個っていうことにしておきましょう。6個を搭載することが可能となっています。で、OnlyFit APP ですね。先ほどのこのダウンロードした、これとリンクをさせれば、その他の美しいクラウドダイヤル、この一番最初のトップ画面も豊富に用意しております。ということでございます。また、お気に入りの写真をダイヤルとしてアップロードすることもできるということですね。まあ、これは多分、このアプリに行く iPhone の写真と連携していいかっていうところで許可を OK にすれば、多分アップロードができる、そんな形になっていると思います。あとはですね、上にスワイプするとメッセージがなしっていう、こういう表記になるんですけども、一応 LINE、Twitter、Insta、Facebook、Gmail、着信通知など20種類以上のソーシャルアプリケーション APP 通知をサポートしているということになっております。なので、ほぼほぼ全てもうサポートしてますよね、多分。うん、まあ、こんな感じですね。はい。あと、まあ、最新10件の通知をスマートウォッチに保存ができるという形になっているみたいです。1.28 インチの大きなダイヤルで全てを表示、まあ、確かに大きいですよね、まあ、全てを表示できてんのかな、どうなんだろう、まあ、見やすいっちゃ見やすいので非常に便利かなと思います。あと座りがち注意アプリっていうことで、先ほど設定したこうずっと座っているとまずいですよっていうことで、腕時計がこれがブンブン震えるんだと思いますね。そういう設定ができると。あとここで蓄積したこの運動データを LINE や Facebook で友人と共有することもできるということになっております。でこれ結構スクリーンのねタッチはいいですね。もっさりしているわけでもなく、結構タッチセンサー感度はね抜群にいいと思います。これはすごい。あと4つの明るさを調整できて、昼夜曇り派で晴れなどの環境に応じて自由に明るさを調整できるということになっております。アプリはAndroid 5.0 または iOS 9.0 以降のスマホに対応しています。で1回の充電で最大10日間使用できますということで、バッテリー容量が先ほども申し上げましたけど 340mAh というあまり聞き慣れない単位の表記になっております。で一応防水もですね、5メートルまでの防水性を備えていて、プール、シャワーなど、まあ、日常生活での水防水体制には適合していますということで、防水定格 IP68 に合格しているということでございます。ただですね、熱湯とかサウナですねは結構腐食性の高い海水なんかもそうなんですけども、結構破損の原因になると思うので、そこら辺を入浴する場合、海に入る場合は外した方が無難かなと思います。今回、まあ、ちょっとですね開封してみて、まだ本当に30分40分ぐらいなので何とも言えないんですけども、今後ちょっと使用していてですね、この使用感レビュー、オイレビューなんかもしリクエストがあれば、また動画で上げていきたいなと思いますので、その際はですね、お気軽にコメント欄の方にコメントをよろしくお願いいたします。はい、では本日の動画はここまでになります。スマートフォン、スマートウォッチ購入の際の参考になれば幸いでございます。またこの動画がいいね、良かったなと思っていただいた方はですね、ぜひいいね、グッドボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。